飯田八幡神社の鉄砲祭りは昭和62年3月24日に埼玉県の無形民俗文化財に指定されている貴重なお祭りです。この神事をぜひご覧いただきたいと思います。埼玉県の無形民俗文化財に指定されているお祭りの一つでございます。この秩父の夜空を、そして秩父を締めくくるかのように、この今大名行列が行われております。秩父の祭りの最後の締めくくりの鉄砲祭りでございます。先ほどご案内申し上げました鳥組、御徒組の登場の時の所作をぜひご覧ください。階段、向かって階段の左右に西秩父猟友会の皆さんと火縄銃保存会の皆さんが20人ずつ両側に立ち並んでおります。各ティーンごとに進みますこの中をですね、銃砲が一気に放たれますので、その中を高張ティーム、そして鳥毛御徒組と進んでいくわけでございます。正面に向かって社殿の前にいます美濃総大長、正面に立っている伊野総大長がですね、提灯、丸い提灯が大きく大きく回されると準備は OK ということになります。そして一気にこの15段の階段を駆け上がるわけでございます。15台の階段を一気に駆け上げましたらどうか拍手で皆さんのご協力をお願いをしたいと思います。西秩父の夜空を、そしてこの寒々としたこの師走の祭りを、最後のこの八幡神社が締めくくるわけでございます。登場の所作をぜひご覧ください。社殿の前に立っております丸い提灯を持った氏子総大長、伊野総大長の合図で高張提灯が一気に駆け上がります。大きく大きく回されます。大きく回されますと準備が整っております。埼玉警備本部からご案内いたします。銃砲が一気に放たれますので、どうか事故のないようにご協力ください。さあ、社殿前の伊野総大長のあの提灯に注目をしてくださいね。1回2回
何回階段を下りているところでございます。上田、中郷、下郷、西山、下郷、あの頭下付きの高橋行進でございます。高橋行進のお祓いを終了したようでございます。会談前の井野総代表に注目を願いたいと思います。はい、準備ができたようです。この空砲の中を鳥ゲームが一気に階段を駆け上がっている様子でございます。はい、ラッパーしてください。よし、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 頑張れ、頑張れ、頑張れ、はい、よっ、はい、よっしゃい、よっしゃい、よっしゃい、勝ち組の尊厳に向かっております。この G5 段を駆け上がっておるところでございます。受けます。先馬アリス・オブ・ハニー、顔に白い素敵なラインがあります。白い流星が走っております。この馬、持ち主は鴻巣市の古川泉さんでございます。アリス・オブ・ハニーのご人馬でございます。おい、頑張れ、持ち主の犬木さんの指示に従いまして、大きく大きく提灯が振られました。打球まであります。元気です。あー、やっと残りました。拍手。馬の主であります犬木さんのあの大きな大きな提灯が大きく回されております。犬木隆夫さんの提灯が大きく回されております。よし、行くぞ。よし、よし、行くぞ。リンゴキット号、準備がよろしいようです。よし、行くぞ。よし、終わり。よし、終わり。よし、終わり。リンゴキット号、無事に上がりました。この白煙、天下の中を元気に駆け上がる姿、どうぞご覧いただきましたでしょうか。はい、ありがとうございます。
一斉に空砲が発射されて、その中を、門の中をですね、たじろぎながら元気に、そして勇壮に駆け上がった二頭のダチ。騎手軍、この埼玉県の三浦八幡平のめちゃくちゃお祭りの一つになります。私が元気にこの15段の階段を上がることができました。皆さんのご協力大変ありがとうございます。